遊戯王である主要キャラクター解説、こちらの動画は後編になります。前編をまだ見てない方はぜひ前編からご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。さあ、こっからは敵キャラクターが、ずらーっと並んでくる、ことになるんですけれども、まあ敵キャラクターだったけど最終的に味方になるみたいなパターン多いから、遊戯王とかも変身アニメとかそうじゃんそういうの多いんだけど、とりあえずこれはトロン一味、トロン一族のトロン、元ユーマの父親の同僚で、本名バイロンっていうらしいんですけども、顔の半分がね、なんかね、ぶっ飛んでるのよ。なんかブラックホールみたいになってて、なんでかっていうと、ドクターフェイカーに異世界に取り残されて裏切られてね、取り残されたんだけど、自力で、現実世界に戻ってくるんですよ。で、異世界をさまよってるうちに、その顔がやべえことになっちゃったっていうね、そういう過去を持っていて、口述する 3-4-V の、お父さんです。異世界をさまよってるうちに、自分の体がどんどん幼児対抗して、子供みたいな体格になってるんですけども、結構だから、おっさんです。年齢は。もうね、とにかくね、ドクターフェイカーに復讐したいっていう気持ちだけで生きてるんで、復讐の鬼ということですね。さあ、お次は3。この見た目して一応男です。可愛い系男子ってやつですね。多分おそらく女の子にモテるタイプの、オーパーツっていう、カードを使ってまして、トロン一族の中では唯一と言っていいかな、心が優しい、家族を守りたい青年でございまして、家族思いってことですね。デュエルディスクのね、なんか作りがね、なんか難解すぎて、初見では構造が意味不明って言われてます。さあ、そして、キャラクター4ですね。これはね、多分ゼアルの中でも相当人気のキャラクターでございまして、顔芸がすごいの。顔芸、ネタキャラ感がすごくて、口癖はファンサービス。すぐファンサービスするんですよ。俺様の熱いファンサービスを届けてやるぜとか、お前の一番のファンの顔を忘れたかとか言って登場してくるんですけれども、相手を一回喜ばせてから絶望に叩き落とすっていう、まあ、ゲス野郎ですね。ゲス野郎、ギミックパペット使いでございまして、結構これ見たことある人も多いじゃないかな。ギミックパペットジャイアントキラーっていう、通称 M 字開脚って言われてるね、モンスターの使い手でございまして、とにかくね、ゲスいです。結構ゲスい。ゼアルキャラの中でも割とゲスい方ですかね。得意技は相手をはめることと顔芸ですね。最終的にはめちゃめちゃいいやつになって戻ってくるんですけど、口述するナッシュってやつにボクられて負けます。ナッシュ VS4 の対決は結構熱いね、対決になってるんでね、結構見応えがありますね。さあ、一応、トロン一族、最後、長男の V。V なんですけども、あんまり俺印象ないんですよね。正直、ダイソンスフィアっていうカード使ってるんですけど、本名確かクリス。松村ではない方のクリスです、ですね。あんまり印象がなくて、まあ、頭脳、明晰、長男、以上、みたいな。割とまあ、イケメンキャラクターなんですけど、なんか僕の中ではそんなに印象は薄い。さて、こっからはバリアン7校のご紹介になります。バリアン編っていうね、後編の、ゼアルの後編の、まあ、敵キャラクターが7人いて、それぞれ北斗四星の、星の名前をなぞって、付けられてる名前で、彼はミザイルという、キャラクターです。ミザイルさんね、まあ、皆さんも聞いたことあるかもしれないんですけども、ギャラクシーアイズタキオンドラゴンっていう、キャラクター、カードの使い手でございまして、バリアン7校の中ではね、かなりね珍しい常人、常識人です。バリアン7校って大体全員ぶっ飛んでるんですよ。見た目がぶっ飛んだりとか性格ぶっ飛んでたりとかするんですけども、ミザエルは割と常人の方で、ギャラクシーアイズ使いとして結構カイトとぶつかり合うシーンが多いんで、割とね、熱いシーンが多いですね。カイトとミザエルでこう常にこうギャラクシーアイズ使いとしてどっちが上かっていうのを競ってる感じ。まあ、もちろんミザイル自身もカイトをギャラクシー愛術界としてまあライバル視してるっていう部分がありまして、で最終的にね、この月面でデュエルするんですよ。月面でデュエルするんですよね、カイトと。あのシーンね、結構熱いので、まあ見ていただきたい。ちなみに酸素マスクカイトはしてるんだけども、ミザイルは偉人なんで酸素マスクなしでいきます。呼吸法が異次元。さあ、お次はバリアン7校の一人、アリト。これね、ユーマバリに日本語も下手くそだし、単細胞だし、まあ、バカキャラなんですけど、果たし状は果たし銃って書いたりとか、まあ、ちょっと可愛いミスをするタイプの人間なんですけども、結構デュエルが正々堂々として いるんですよ。割となんか、なんていうのかな、敵なんだけど、憎めないキャラクターというか、
あ、ユーマと結構意気投合しちゃうんですよ。ちなみに主人公と意気投合しちゃうんですけども、結構ユーマをライバル視している熱き男でございまして、敵キャラだけども憎めないキャラクターの一人ですね。基本的にいいやつでして、趣味は筋トレです。さあお次はバリアン75の一人ギラグ。見た目のインパクト強め。モヒカン×タラコ唇っていうね、もう圧倒的外見性能。実はこんな感じの見た目なんですよね。めちゃくちゃオタクなんですよこの人。趣味がアニメ鑑賞でして、なんか二人はプリキュアみたいなアニメやってるんですけど、あのゼアの中でなんかめちゃめちゃ食い入るように見てるんで、結構オタクなんですよね。一応バリアン7校の中では一番最初に出てきて、バリアンズフォースっていうカードを使って人間を洗脳して、でユーマを倒そうっていう作戦を立ててるんですけれども、あ、まあことごとく失敗するタイプ、まあ仕事できないキャラみたいな感じですね。さあお次はバリアン7校の一人、ドルベ。バリアン界の超真面目キャラです。これもね、あの珍しい、バリアン7校の中では超真面目。クソ真面目って言っていいですね。敵なんだけどめっちゃ紳士的ですげえいいやつなんですよね。まあジョジョで言うところの、ワムみたいな感じ。ちなみになんか声優さんはね、歌教員のりあきさんと同じらしいですよ。光天使っていう、カードを使っております。遺跡でね、あのシャークとかユーマを助けてくれたりするんですよ。だからまあ一応バリアンなんですけど、性格めっちゃ良くて、まあ嫌いになれないタイプ。さあお次は来ました、ベクター。遊戯王ゼアルはベクターがいるから神アニメと言っても過言ではないと僕は思います。実はですね、さっきその他のキャラクターでやりました新月レイっていうキャラクター、実は新月レイは新月レイなんていうキャラクターじゃなくて、ベクターが化けていた姿でございまして、実はバリアン7校だったんですよ。新月レイっていうのはめっちゃいいやつを演じていた、あのベクターだったんです。登場するシーン結構ね衝撃的で、新月誰それ僕ベクターみたいな、これ持ってないんですよ。これあの今言い方持ってなくて、本当にこんな感じの喋り方するんですよ。めちゃくちゃクズ、もうね、あのクズ中のクズ、害悪ですね、害悪。とにかくね、遊戯王史上最低キャラクターって言っていいんじゃない。もうとにかくね、騙す人を騙すこと、人を貶めることにしか興味がないので、もう極悪非道、もうすぐ侮辱するし相手を。楽しかったぜお前との友情ごっこやとか、なんかまあ割とね、そのリュウさんがもしあの遊戯王ゼアルに入るんだったら多分ベクター演じるだろうなって感じ、まあ、そういうキャラクターだと思っていただければいいです。とにかくひたすら相手を煽るんですけど、もうね、なんか最後にユーマがそのベクターを助けようとするんですよ。なんかもうあの熱い友情でも俺はお前を信じるみたいな感じでベクター助けようとするんだけども、じゃあお前一緒に死ねよみたいなこと言うんですよね。もうね、最後までクズなんですよ。とにかくクズ。僕はこのキャラクターがいるからこそゼアルは面白くなっているんだろうなと思ってて、まあ一番好きなキャラクター誰かって言われたら俺ベクターですね。ベクターが一番好きですわ俺。なんかあの通ずるものがある。多分ね、友達になれると思う俺。多分なれると思う。さあお次はナッシュ。実はですね、彼はですね、シャークの本来の姿なんですよ。シャークが実は人間じゃなくて、実はねバリアン7校だったんですね。実はシャークって実はバリアン世界の住人で、まあそれをその記憶を書き換えられてるんだっけ、確かなんかでその人間になってるんだけども、実はバリアン7校の一人の王、バリアン7校の王なんですよシャークっていうのは。だからまあユーマとは敵だったんですよ。実は仲間だと思っていたんだけども、実は敵でしたっていう、まあそのパターンね。だからシャークがその人間姿から人間姿が全部あるんですよ、バリアン7校って。人間姿からそのバリアンの世界のあの本当の姿に変身するときにバリアルフォーゼっていうんだけど、バリアルフォーゼをするとこの姿に変身するんですよ。最終的にね、そのバリアン世界の王様としてそのユーマの前に立ちはだかるんですよ。それが宿命だとか言いながら、あのねデュエルは熱いね、まあ、最終は付近あのデュエルは非常に熱い。スキルはシャイニングドローみたいな感じで、バリアンズカオスドローっていうのが使えるんでね、これ多分ねあのキャラクターとして出てきたらおそらくスキルの中にバリアンズカオスドローっていうのは多分あると思う。さあそしてバリアン7個の最後の一人、メラグさん。これねシャークの妹、シャークさんの妹の本当の姿、まあリオちゃんの本当の姿でございまして、シャークがナッシュとしての記憶を取り戻した後に自分も、メラグだったっていう記憶を取り戻してバリアン7個だったって気づくみたいな、そんな感じですね。
さあそしてラスボス、ドン・サウザンド、バリアン世界の神ですね。昔アストラルがバリアンのその神のこのドン・サウザンドを倒して、その一応封印したんだけど、封印が解かれてしまって蘇ってしまった、まあ、悪の化身みたいな感じですね。もともとバリアン7号ってすげえいいやつなんですよ、全員実は人間としてめっちゃいいやつだったんだけれども、このドン・サウザンとの策略によって、そのバリアン7号はもともと人間だったんだけど、その人間だった時の記憶を改ざんさせられて、人間に憎しみを持つように改ざんさせられて、で、まあ、バリアン世界の住人として生まれ変わるように仕向けられてしまった悲しい運命を背負った7人なんですね。だから一番悪いのはこいつなんですよ。ドン・サウザンとか本当一番やばいやつなんですよ。なので、ね、ニコニコ界ではね、とりあえずなんか理不尽なこととか、なんかやばい嫌なことがあったら、大体ドン・サウザンとのせいにされます。絶対に許さねえ、ドン・サウザンとはつって。例えばそうだな、今だったらコロナウイルスが流行ってる、何絶対に許さねえ、ドン・サウザンとみたいな感じで、とりあえずなんか問題が起きたら、とりあえず全部ドン・サウザンのせいにされるっていう、そういうネタがあります。で能力はまあ結構まあチーターじみてましてですね、デッキからトラップカードを発動する、相手が発動したカードの効果を書き換えるなど、あまりにもチート能力を持っていまして、ただのチーターです彼は。で結局はですね、ドン・サウザンとが全て悪いということですね、簡単に言うと遊戯王ゼアルは。はい、以上でございます。いかがでしたでしょうか。ちょっとだいぶね、はしょってはしょって、なるべく簡潔にまとめたつもりなんですが、分かりにくいところあったら本当に申し訳ございません。めちゃくちゃ多かったんで30キャラくらいいたんですよ。大変でしたこれ解説動画作るのも。もしね、興味を持っていただけたら、ぜひね146話全部見ていただければと思いますので、僕は Amazon プライムのなんか D アニメストアみたいなやつで見ました。皆さんもぜひ見てみてください。それではまた次の遊戯王ゼアルワールドでお会いしましょう。バイバイ。